今回もたくさん仕入れたわね。気合を入れて荷下ろしといきますか。アンナ、何をしている？女一人でその量を運ぶのは無謀というものだ。ありがとう。その気持ちだけ受け取るわ。でも慣れてるから大丈夫よ。私はずっと一人で行商をしてきたのだから、量をまあ勝手に。なあ、すまん。先に運んでしまったが構わなかったか。ああ、もうそこまでしてくれるならその行為に甘えちゃうわよ。最初からそうしておけ。結局最後まで手伝わせちゃったわね。おかげで予定より早く開店準備ができたわ。こうやって龍馬にはいつも助けられちゃうんだから、今日こそはお礼をさせてもらうわよ。さあ、あなたにだけの出血大サービス。この中から好きな武器を一つプレゼントするわ。いや、そのような礼など必要ない。俺は仲間として当然のことをしたまでだ。またそういうことを。私の商人としての信条に反するって言ってるでしょ。武器が必要ないなら何か仕入れてほしいものはないの？分かった。今日ばかりは俺を。難しいものかもしれないが大丈夫か？任せて。このアンナ、商人としての誇りにかけて何だって仕入れてみせるわ。アンナはいつも頼もしいな。俺が仕入れてほしいのは白夜の食べ物だ。大根などの根菜類、米、味噌、それから羊羹などの甘いものを頼みたいんだが。なるほどね。それ全部あなたの兄弟の大好物じゃない。ほう、よく覚えていたな。たまには弟や妹たちを喜ばせてやりたいと思ってな。前から思ってたけど、龍馬ってすごく兄弟思いよね。いいわ、任せて。すぐに仕入れる。実はいいつてがあるのよ。さすがはアンナだ。白夜のものを食べる機会はほとんどないからな。楽しみにしている。あ、でもさっき言われた中には龍馬の好物が入ってないわよ。ああ、俺としては兄弟が喜んでくれればそれでいい。それに俺の好物は白夜でも珍しいものだ。取り寄せるのも大変だろう。それでいいわけないでしょ。いつも他人のことを一番に考えるのは立派だけど、兄弟だってあなたの好物を一緒に食べてあなたの喜ぶ姿を見たいはずだわ。ここは白夜じゃないんだし、たまにはわがままくらい言って自分を大事にして。そうだな、お前の言う通りだ。気を使わせてしまって申し訳ない。アンナ、ありがたく頼むことにしよう。柚子胡椒というものだが頼めるか？はい、ご注文受けたまわりました。それだけ？他にはないの？ではついでにいい鶏肉も頼む。柚子胡椒をつけるとなると焼き鳥だからな。任せて、必ず仕入れてあげるわ。届いた日の晩はお前にも夕餉を馳走させてくれ。きっと気に入るはずだ。あら、龍馬が腕を振るってくれるのね。楽しみにしてるわ。